これは4メーター4メーターですね。4メーター4メーターの提出ということでは、まあ、このように、かなり、楽に運転することができます。これを戻してみます。ですから、これでちょうど真ん中に入っていきまして、浮いていますけれども、まあ、まだちょっと余裕があるものですから、これも3メーターだとこうはみ出していることがよくわかりますよね。ここがまあ余裕があるということです。で、3メーターであれば、もう当然、脱輪してますが、4メーターあるので非常に、楽に、まあ、かなり、たくさんの運転をしても、私の運転でありますが、このように、OK であるということです。4メーターのところをですね、スロープ登りまして、それで3メーターの農道に行きます。で、かなり4メーター幅があるというので、速度が、これも2速になっています。今、スローですけれども、まあ、15キロでこう、ちょっとこれはもう、登りさせておりまして、まあ、速度、非常に出ていると。で、ソーダを切ったのも遅いということで、このまま落ちてしまうと。ちょっとこれは、かなり、乱暴な運転でありますけれども、まあ、3メーターであれば、こういうふうになってしまうと。これは、3メーターで上がって4メーターということですね。これは、4メーターありますから、余裕でいくと。これを、少し戻ってみます。こういう形になって、登るこの部分が3メーターです。それで登りますと、1速ですので速度は遅い。ちょうど真ん中から入って、まあまあ、ここで、ちょっと危ないですけど、これはまあ3メーターで収まるような、点をしていますが、まあ、4メーターの道に幅があると、ある程度安心して運転ができるということになります。